日ハム池田別人になる。日ハム新セットアッパー池田が節目の10ホールド、宮さんや正義にいい形で回すだけ。吠えた池田、ありがとう。池田は最近調子ええな。信頼の池田、池田の気合いええわ。池田去年までと別人すぎる。池田を8回に昇格させるのはいいけど、そうなると7回や火消し担当が手薄になるな。左の福田とかは野がいるけど、右が頼りないな。現状勝ちパは池田、川野、正義だよな。日ハムを中心に動画をまとめていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。